4K いいカメラ、はあ、やばいやつです、はあ、さっきの笛の話蒸し返したいですえ恥ずかしいだけだもんね。可愛いんだしよ、はあ、なんで、はあ、俺義経この笛はどこ笛はどこってずっと言ってたらなんか義経子はこういろんな作品でこう笛を大事にしてる方で、はあ、だから笛がなんかあの戦ってる時とか笛はどこにあったのかなって聞くから、まあまあ笛はまあお家に置いてきた日もあれば、まあ戦う時にその辺にちょっと置いて戦ってる時もあるんじゃないって言ったら、いや義経の笛はいい笛だからそんな地面に置いたりしないよって言ってきて、大事なやつだからね、そうなんだねって言って、じゃあ笛はどこにあったんだろうねっていう話をした後に、あの別の場所であの義経役の荒木さんとも同じ話をしてたし、あの荒木さんの笛は義経子の笛はどこにあったと思いますか、笛が大切な笛を義経子どこにあったんですかねって聞いたら、荒木さんもいや義経まあ、家にあった日もあれば、まあ、戦う時その辺に置いて僕と全く同じことを言っててでも結局どうなったの、結局だから解決したんだよな、解決なんか自分の中で笛を自己解釈では笛を笛の担当の人がいる、あ笛担当の人、付き人、付き人がいてね、あの彼義経は戦うぞっていう時に、あ笛をちょっと持ってろお前今笛を持ってろしっかりで俺は戦ってくるからで戦いシャシャって敵をこう切って、よし終わったよしありがとう笛をありがとうっつっていうような、恥ずかしいから、ね、担当のあの引き方がいたっていうことで、あの収まりがついて彼の中で笛は担当の人がいて、はい、ちゃんと笛持ちがいたって笛持ちがいた、戦う時にだから、いや深夜戦う、はい、俺が笛持ちの人やるから、はい、笛がこれだ笛、はい、これね、あ敵が来た、あーっと、はい、頼んだ、あありがとう、いやー深夜なんであのブラックコーヒーやるんだブラックコーヒーみんなに聞こえるようにブラックコーヒーはなんか焼き芋の皮の味がするからなんてそうだよな、焼き芋の皮俺は嫌いだわ、今の顔嫌いだったから、これ嫌いだ、でもなんか、ミルクを入れるとミルクティーみたいな、だからミルクが多い方がいいな、ミルクと砂糖はコーヒー牛乳な、コーヒー牛乳ね、コーヒーじゃなくてコーヒー牛乳だな、そうコーヒー牛乳だな、うまい方が美味しい、でもできることはココアの方、甘ければ甘い方がいいな、なんか気づいたらもう6月だもんね、そうだよね、すげえな月の感覚すらも奪われてる、奪われてるいいよびっくりしてるよ、ありがとうございます、はい、もう若干くっつけてほしい、もうちょいやれるって言うんだ、ゴキブリとか大丈夫、ゴキブリ大丈夫じゃないっすよ、出たことあるでしょ、あ、まあ、僕の部屋にはない、絶対に現れないね、フタゾモとかフェロモンってゴキブリが食いそうだよ、フタゾモね、これかわいいね、キュー太郎みたいな顔してますよ
真似してる金魚の金魚の真似してるよ。あらかわいい。かわいい。あらかわいい。キューちゃんって名付けた。おお、キューちゃん。金魚のキューちゃんだ。あらかわいい。あらかわいいね、本当に。わあ、笑ったよ、ニコって、ニコって笑ったよ。かわいいね、ニコって笑った。得意らしいですけど、全然甘くないでしょ。意外と甘くないんだよ。意外と甘くないんだよ。そうなんだよ。いっぱいいらない、いらない。あ、ちょっと許してきたよ。まだ食べるでしょ。はい、うまい。甘っ。あ、そう。ロイヤルミルクティーになってますね。いいじゃん、それがいいんですよ。完全にロイヤルミルクすごい。怖い怖い。あー、難しい。楽しい。めっちゃ楽しいな、金魚すごい。あー、あ、このでかいでかい。まあまあまあね、はい、全然逃げるね。まあそれぐらいで。あ、それそれそれ、いけ。あお、お、お、あー、あ、そう、むずいよこれ。逃げるんだよ。こいつらもだって分かってるもん。ちょっとね、斜めに入って。おお、さあ、ごめん、ほら、行ったよ。でかいやつだ。すごい、見てみて、ほら、シュンヤ、シュンヤ、シュンヤ。すごい、すごい。めっちゃ大きく見てるじゃん。すげえ、楽しい、ここ。プライベートで来よう。これ見せて。あ、釣れそうな感じ、確かに。よし、こっちも見せて。やったー、すごい。見て。おー、すごい。ほら、うまいね。釣れた。うまい。すごいでしょ。すごい。超楽しい。大平俊也です。佐伯大地です。はい。今日は浴衣を着て、ね、カフェに来て。楽しかったよね。はい、なんか。ね、夏祭りや先取りみたいな感じでね。浴衣もね、久々に来たもんね。浴衣久々に来ましたね。はい、ね、また似合ってて2人とも。本当ですか。やんだ、かわいいな、お前な。なんだよ。あと今回ね、お二人はキャストサイト初登場ですからね。おお、はい、初登場ですね。ね、じゃあまた今後もぜひ出演してください。はい、ぜひお願いします。はい、